コンペイトー、コンペイトーとは、砂糖とした味のついた水分を原料にした表面に凹凸状の突起を持つ、昇級系の和菓子。コンペイトー、金餅糖、糖花とも表記される。語源はポルトガル語のコンペイト。コンペイトーは、カステラ、アルヘイ糖などとともに、南蛮菓子として、ポルトガルから九州や西日本へ伝えられたとされる。初めて日本に、 コ平糖が伝わった時期については、諸説あるが、戦国時代の五百四十六年とも言われている。氷砂糖に水を加えて煮詰め、蜜を作る。回転鍋を熱しながら、コ平糖の核となる、消し粒を入れる。消し粒に熱い蜜を少量ずつかけ、回転させながら、目的の大きさと凹凸状の突起が出来上がるまで、一週間から二週間以上の時間をかけて、粒を ゆっくり成長させていく。この特徴的な突起がなぜ、またいくつ形成されるのかについてはまだ定説がないが、造本、シ,バシンスキー式によって定式化が試みられている。東京帝国大理科大学教授の寺田虎彦が、コンペイ島の角の研究を行った。本来砂糖は湿気を嫌うことから、コンペイ島自体の水分含有量は、極めて低くなるように作られているが、 ボンボンのように焼酎を含むものも開発、発売されている。厳密には、コンペイトーとはやや違う菓子となっているが、コンペイトーが皇室の引き出物にも利用されていることで、これにあやかっておめでたいお菓子と銘打っている製造元もあり、土産物として販売されている。他にも、ウイスキーや日本酒、梅酒などで風味をつけたものもあり、その他にも色々な風味で変化を持たせたものも、 存在している。ポルトガルの原型となったカシコンフェイトは、ノーボディースヤナーディエリンガーポートゲザによると、植物の種子を真にして、砂糖の層で覆った菓子である。日本には、戦国時代に、ポルトガル人が西日本へ来航し、南蛮の処分物がもたらされた。a 十二年に、キリスト教、宣教師のルイス・フロイスが、京都の二条城において、織田信長に越見した際に、 剣上物として、ろうそく数本と、フラスコに入ったコンペトが差し出された。江戸時代初期には、慶長14年に、佐賀藩の傍女鍋島文書に、コンペト一金が記されており、慶長18年に、平戸の松浦重信の病気見舞いに送られたという。さらに、寛永14年の長崎、平戸のオランダ召喚長日記によれば、ポルトガル戦により、 各種根平等3000金が運ばれており、京都などに流通して献上品として用いられていた。江戸中期には、元禄元年に刊行された、伊原西閣、日本永代蔵の中で、長崎において根平等作成を試みる話を記しており、中国人もその製法を知っていたという。なお、西日本では、佐賀藩で、元禄3年から3度にわたる、 贈答の事例がある18世紀には、庶民の間にも普及している。様々な色のコンペイトー非常食の乾パンの間には、氷砂糖がしばしば同梱されている。これは、活動に必要なカロリー摂取と乾パンを食べやすくするために、唾液の分泌を促進する効果も、さることながら、カラフルで楽しげなコンペイトーを配することにより、 非常食が必要となるような災害時に被るであろう、ストレスを軽減させる効果が期待されているためである。同様の理由により、帝国陸軍において、古くから甲板と共に携帯香料として用いられていた。当初は無着色のみだったが、陶器の雪中で食べる際に氷を連想させるとの意見を受け、色付きを混ぜたものに改良された。 防衛省の小型甲板においても実施されており、使用書では小型甲板1袋 150g につき、白8個、赤3個、黄2個、緑2個を標準として 15g 以上を袋に収めると色ごとの標準までも定めている。主成分がグラニュー糖であるため、喫茶店などではコーヒーや紅茶用の砂糖の代用としても使用されることがある。 皇室の引き出物として利用されている。これは、引き出物に、ボンボニエールが供される際に、中が空だと定裁が悪いということで、日持ちの長さを買われて採用された。結婚や出産などの軽宿用途や、神社や寺で祈祷した、際の授与品の一部として利用されることも多い。昔から子供には、人気のある歌詞で、いわゆる、数え歌の一番目の品物として登場する。 コンペイトは甘いと連想され、それ以降は砂糖、雪、うさぎカエル葉っぱと味、色、行動、形状などの要素をもとにした連想が続く。コンペイトとは、コトバンク、2018年9月10日閲覧。コンペイトについて、由来歴史職人。緑樹庵、清水。2018年9月10日閲覧。寺田虎彦、コンペイトを参照。 微暴録中の一文。物理学者であったトラヒコは、ひび割れや火花放電の形とともに、コンペイ島の角を、物理学上における、偶然移動の現象として捉え、統計力学的な考察の必要性を主張している。ババリョージ、ポルトガル語からの外来語、熊本県立大学、2020年12月29日、閲覧。エゴミチコ2011、P126。 181ABCDE5 あと、みちこ 2011B182 ありがとうございます。